劇団のデビューシングル、現段階での構想は？最初の1曲目になるような曲だから、なんかこう歌い上げるような楽曲ってよりは、みんながこうハッピーにフロア受けするようなライブで盛り上がるようなキラーチューンというか、この曲がかかればお客さんも本人たちもテンション上がるような、そういうタイプの楽曲にしたいなって俺は思うね。そうですね、うん、まあ、とにもかくにもまず歌えるのかっていうところですもんね。そうですよね、うん、歌える子がいれば、うん、もうガンガンにこう歌わせるような曲にするべきだし、うん、まあ、ラップとかできる子がいるんだったらラップっぽくしてもいいと思いますし、そういうとこ見てみたいなと思います。今日楽曲の方向性は今回の彼ら次第。重要な審査は3段階に分けて行われる。まずはちょっと第一次審査としまして、まあラップをちょっとあのバトル形式でやってもらおうかなと。まあ細かいこと言うと、まあこうリズム感とかね、こうライミングとか韻を踏んでるとかいろいろあるんですけど、まあ何よりも大事なのは、まあ人間力かなと。パンチ力だと思う、人間力。ラップ審査はアディア制作のトラックにそれぞれの思いの丈を乗せる。全員ラップは未経験だが、潜在的なリズム感が重要なポイントとなる。よろしくお願いします。お願いします。第1試合は横綱と幕下の格差対決。横綱である鶴さんに対して最下位の僕が意地を見せてやるぞっていう挑戦状をしっかりと見せつけたいなと思います。迎え撃つのは横綱鶴田亮介。舞台公演で過去8回中6回も人気1位を獲得した劇団不動のエース。過去2回も全国ネットのドラマ出演を果たすなど演技力もピカイチ。ヘラクレスハウスでは一人部屋で優雅な暮らしを送っている。絶対王者に立ち向かうのは万年最下位のマイキー。それは幾重にも折り重なった。はい、ごめん、苦痛だわ、もう無理。はい、もう耐えられない、お前には。はい、お前になって答えを。ここまで全くいいとこなし。繰り返しになっちゃうんだよ。俺は絶対にお前に次恥かかせたくないんだよ。やだろ。来ちゃったぜ。先日七夕で幕内に昇格したが、次の公演で人気投票ビリとなり、あっさり幕下に降格。1位とか調子に乗ってんなよ。今度こそマイキは意地を見せられるのか。後ろには俺がすぐそこまで来てるぜ。余裕があるところだったりとか、1位だからって調子に乗って、俺最下位だけど絶対に勝ってやるから見とけ。下克上を起こすとか来たんじゃない。そのために来ました。もうだってもうマイキ君のルックスさ、もうどう見てもラップが上手い人のルックスだもんね。これでラップ下手だったらちょっとみんな肩透かし食らうぐらい、もう南米の血が騒ぐんじゃないの。ぜひとも。もうすでに騒いでます。いや、はい、期待したいと思います。さあラップバトルスタート。とうとう来たぜこの時が。俺の名前はマイキー、やる気は負けてねえ、人気マイチ、演技もイマイチだけど見せるぜ幕下の意地。ヘイ作るぜマイキ節、今に見てろよ鶴さん、君の看板下ろしてやるぜ。ヘイカモン。Yo、 俺の名前は鶴田亮介、熊本生まれふんどし育ち、ふんどしつけてるやつは大体友達。俺は劇団で人気、実力ナンバーワン、そして俺はナンバーワン横綱よ。そう、人気殺到してる鶴さん見て俺は葛藤してるぜ。絶対今回負けねえ、そのために俺はここに立ってんだぜ。ここ芸能界、努力、結果、それすべて、それをつかめてないお前だから、そのポジション幕内、俺はテレビの向こう、お前はブラウン管の前で俺を一
ひたすら拝んどけよ。確かに芸能界は実力、無力じゃ無力はダメだ。そう、俺はお前を侮辱しに来たわけじゃない。幕下から横綱に上がる、そうこれが俺の理想。必ず上がってみせるぜ、今に見てろよ、 Hey come on。 ただマイキー、気持ちは十分伝わる。ただお前は決定的に不真面目、もっと真面目に生きろよ。筋トレそんなもん全く必要ない。芸能界、歌ダンス芝居力、それ3つ兼ね備えた俺横綱。悔しかったらてっぺんに上がってこい、俺が教えてやるよ。ありがとうございました。いや素晴らしい戦いでしたね。グルーヴ感のマイキに対してね、根性の鶴田みたいな感じで、うん、すごくいい戦いだったと思いますよ、本当に。格差対決を制したのは、発表します、勝者マイキー。くそよっしゃ、くそよっしゃ。やっぱマイキー君はね、やっぱこう南米の地というか、まあ、リズム感もありますしね、ちょこちょこと出てくるうさんくさい横文字もね、意外と良かったし、でマイキー君はここで活躍しないと他で何もね、鶴田君に勝てないでしょ、ね、はい、もうマイキー君をラップで何とかしてやんなきゃいけねえなっていう僕の使命感も伝わってきたし、ただおそらくあの鶴田君が同じようにトレーニングしたらもう1ヶ月ぐらいで抜かれちゃうだろうなという、そういうあのきっと鶴田君は何やってもできるんだろうなっていう気持ちも感じたし、シモさん、うん、はい、僕は自分の意地をここで見せたいと思います、うんね、絶対に抜かされないように頑張ります。オッケー、はい、だずっと俺と目が合ってたもんね、はい、僕ここしかないんですみたいなね、ここしかないんです、ここしかない、はい、でもよかった、本当にありがとうございます。すげえいいラップだった、うん、ありがとうございます。オッケー、なんかマイキ君のね、こう作ってあげたいね、いいとこにラップ持ってきてあげたいですね、なんか ね、ラップパートをね、活躍する場をね、はい、やっと来たぞっていう作ってあげたいね、なんかね、それ思ったね。初の金星を挙げたマイキ、そしてこの後さらなる大躍進を見せる。皆さんの中ではもう群を抜いてるんじゃないかなと。メロディー感っていうのはあると思うんだよね。ありがとうございます、マイキ君は、うん。続いてのバトルは吉田ヒカル対小木曽龍之介。今小木曽君とはその番組とかでいろいろぶつかったりとかすることがいろいろあったので、まあ、その時の気持ちだったりとか、その時のこれからの気持ちっていうことをですね、含めてラップしたいと思います。正直あいつとは同じ部屋になりたくないなとかあんの？これマジな話で言うと、ちょっと小木曽さんはちょっときついかな。小木曽嫌なの？はい、なんで？言い訳が多いんですよね。共同生活開始前から犬猿の仲だった吉田と小木曽、新生活でもたびたび衝突。押し付けるっていうのは押し付けじゃないですし、それを、まあ、俺が明らかにおかしいことを言ってて、それ言ってたら押し付けになりますけど、それ絶対劇団のためだし、俺が言われたら嫌だなって思ったわけ。そういうなんか、もし自分が本当に間違ってたんですよ、それで間違ったらそれは多分俺はすぐごめんって言うけど、いや言わないですよ、言い方で。鬼の佐藤親方の命令で同じ部屋で暮らし、少しは仲が改善されたようだが、二人はラップでどんなバトルを繰り広げるのか。俺の名前は小木曽龍之介、芸人所属の吉本芸人、ピン芸人でやっているけれど、舞台芸人アーティスト活動をやって完璧なエンターテインメント目指す、yeah!完璧目指す？おいおい待てよ、お前の体どうしたよ、これらはふんどし劇団だよ、お客さんは体を見る、その体じゃ恥ずかしすぎてファンがつかねえよ、どうすんだ。ねえねえゴールドジム通ってる？俺は週7で通ってる、これからの努力俺は見てるよ。小木曽あんたはどうすんの？
確かにこの体見たら確かに全然鍛えてねえと思うけど、俺の武器は筋肉じゃねえ、芸人笑わすことなんだよ。メロン型？なんだそれ。俺が大好きなのはスイカなんだよ。確かに俺遠目から見たらそうめんかもしれんけどな、俺はギャグがあんだよ。鏡の中のクリオネからの手を出す、足を出す、アディダス。お前はギャグができんのか、お前はギャグができんのかい。まあそうっすね、なんか本当見た目通りの豪傑感がありましたね。うん、まあよく言えばそうだし、うん、悪く言うとなんかまあ機関車トーマスみたいにもう止まれないみたいな。あんまこう難しいことね、はい、変化球とかが苦手なタイプなんだろうなっていうのはすごくそれは思いましたね。なんかもし楽曲作るとしたら僕の中でも彼の役割はもう見えてるので。本当ですか。うん。どういう感じですか。いやもうひたすら愛の手の掛け声を叫ばせる。難しいことじゃなくてもうパワーで、もう君はもうとにかく声量なんだとかね。確かに。大した言葉のバトルはなかったが、吉田の棒読みのおかげでこの勝負は小木曽に軍配。